2番目のプログラム、国コードドメイン名支持組織 CCNS を関連報告ということで、株式会社日本レジストリーサービス高松さんからお願いします。高松さん、それではよろしくお願いいたします。それでは、JPRS の高松でございます。 CCNS を関連報告の方をさせていただきます。では、次のスライドお願いします。 CCNS についての簡単な基本情報のご紹介スライドになっております。CCNS というのはカントリーコードネームサポーティングオーガニゼーションということで、ICANN においては、活動を支える支持組織の一つで、170を超える会員 CCTLD が参加をしている集まりになります。こちらの方は CCTLD レジストリーの連合体というところで、ICANN の中の他の ASO や GAP や ALAC 等ございますけれども、そういったところと協調しながら、ポリシー案を作成して、理事会の方へ勧告を行っております。で、当社は日本を表す .jp を運用する CCTLD レジストリーとして、こちらの CCNSO の活動に参加をしておりまして、当社から私、高松と今日も参加しておりますが、遠藤が、この会合の活動の方に参加をしております。では次のスライドお願いします。では今回の ICANN75 においての主な CCNSO 関連の会合の一覧になっております。9月18日、会期自体は17から始まっていたかと思いますけれども、CCNSO の中身は日曜日ぐらいから始まっておりまして、特に、河川引いている部分が CCNSO のメンバーに向けてということで、プログラム、CCNSO の中のプログラム委員会の方が、作っておりますセッションとなっております。で、本日はこの中から、この3点、1、2、3という部分についてご報告させていただきたいと思います。では次のスライドお願いします。では1つ目が CCPDP3 という部分についてのご報告です。こちら、過去数回にわたって少しずつ進んできておりますのでご報告させていただいているんですけれども、こちら CCPDP3 の中大きくパート1、パート2、2つの活動に分かれておりまして、1つ目の CCTLD の委任終了のプロセスについてまずご報告です。でこちらの方なんですけれども、内容としましては CCTLD の委任終了確定をということで、こちらのタイミングとしては ISO の3166の α2 という2文字コードの部分の一覧があるんですけれども、そちらの方から CCTLD という2文字コードが削除されたタイミングというのが確定したタイミングというふうになっておりまして、その確定した後にIANA というインターネット資源の方の管理を行っている機能の部分があるんですが、そちらの方から CCTLD マネージャーの方に通知が出るというふうになっており、その通知が出たら基本的に、基本5年以内ルートゾーンから削除を行うといったようなプロセスを今回作っております。ただし、いきなりその5年以内にと言われても、いろいろ CCTLD マネージャーの方の事情もあるよといった場合があるねということで、事前に調整を行った場合には最大10年まで延長することが可能という内容になっております。活動自体はだいぶ前に CCNSO 内では終わっていて、会員の中での投票の方も済んでいたんですけれども、今回やっと ICANN 理事会の方でこちらの内容が承認されまして、2017年3月に開始したこの活動だったんですけれども、こちらのイニシウムのプロセスを検討するワーキンググループのパート1の方、こちらの方は活動を今回終了することができました。次のスライドお願いします。でもう一つ、この CCPDP3 の中のパート2ということで、プロセスのレビュー方法の検討についてのご報告です。でこちらの方は、委任や移管等さまざまなステップというか、あるんですけれども、こちらの方の時々、その時々で、判断についてちょっとものを申す、そういった時に、どういった、やり方をするのかというのを検討、このワーキンググループで行っております。で今回、ICANN75 の方では、こちらもだいぶ、ワーキンググループ内では検討が進んでいて、そのレビューの対象であったり、あとその実施の要件といった、そういった方針の部分が固まってきたということで、CCNSO メンバーの方に紹介が行われておりました。で参加した人の中からもでの紹介という形ではあったんですけれども、実証参加者の中、CCTLD メンバーの人たちからの意見としては、特段の異論はなかったので、引き続き、今のところ大きい方針というところでは、全体から大きな異論はなかったというところで、引き続き今度は文書も作っていくということで、ワーキンググループの方で活動今後も進めることになっております。次のスライドお願いします。2つ目の話題としては、CCTLD ニュースセッションというものについてのご報告です。CCTLD ニュースセッションというのが、CCNSO の
メンバーズミーティングの中ではこうテーマが決まっていたりしなかったりっていうところがあるんですけど、今回はジオグラフィカルアイインディケーション GI というもののテーマで、お互いに意見共有を行うというような場が設けられましたということで、まず GI とは何ぞやというところで、日本語ですと地理的表示という言い方をしていたり、あとまあ GI マークとかっていうのもあると思うんですけども、こちらちょっと引っ張ってきた定義のようなものをお持ちしておりますということで、農林水産物や食品等の名称で、その当該産品産地を特定できる、当該産地といろいろな特性を結びついているということを特定できるものというので、GI というふうになっております。これは国とかによっていろいろ違う形になっていて、一例としましてということで、皆さんご存知そうなものをお持ちしております。パルミジャーノ・レッジャーノ、チーズ、ヨーロッパ系だとソーセージとか、あとお酒類などもいろいろ特産品多いですし、日本ですと神戸ビーフ、夕張メロンとか、そういった地域の名前が入っているような、そういったものが例として挙げられています。次のスライドお願いします。で、今回なんで CCTLD の中でこういった話をしようというふうになったのかというところの背景なんですけれども、ちょうど欧州委員会 EU コミッションの方がインターネット上で その GI を保護した方がいいみたいな動きの中で、ドメイン名を GI 保護の対象に含めることを提案してきていたというのがございました。ということで、今回、他の CC どうなっているんだろうみたいなことも含めて、こういったセッションが設けられているというふうになっております。で、実際どういったセッションだったのかというところですが、まずLIFOのところから、GI ってそもそも何なのかといったら、商標とは違うものなんだよといったご紹介や取り組みなどをありまして、でその中で一応 CCTLD がメインの参加者なので、一部 CCTLD においてはその GI 保護を念頭に置いた独自の紛争処理方針を採用しているとか、そういった部分のご紹介があります。でセンターという、団体、こちらの方からは CCTLD の中でもそのヨーロッパの CCTLD の連合体になるんですけれども、こちらの方はすごく当事者ということもありまして、EU における GI 保護に関する動きというのも紹介がございました。で、この EU における GI 保護に関するその動きという部分のところは、もともとのきっかけの一つとして、UDRP という紛争処理方針の方の適用範囲に今は入っていないというところがきっかけで、今回含めようと。いう動きがあるようだといったところとか、あとはもちろんその EU が提案してきている内容なので、もちろんこの対象範囲というのも EU の CCTLD のみがなっているんですよと、そういったようなご紹介がございました。でそちら2つのご紹介を踏まえてというわけではないんですけれども、では他のところはどうなんだろうということで、インド、カナダ、イギリスから自分たちの TLD がどういった形で今対応しているのかといったあたりの紹介がございました。次のスライドお願いします。で、このセッションの結果といいますか、こんなことが共有されましたよというのもご紹介としましては、インドの方、結論としてはどこもその GI にフォーカスしたようなルールみたいなのは持っていないというところだったんですけれども、その取り組み方としては、その裁判所例があればそれに対しての何らかの対応をするとか、それが直接ではないけれど何らか対応するといったケースはそれぞれでやっていることもあるねといったのが共有されております。また今回発表したパネリストの人たちはいずれも EU の CCTLD ではなかったわけなんですけれども、そういったところ、今回のその EU 側での動きというのは自分たちの CCTLD の方のルールには直接の影響を与えないよねといったことは共有されております。以上が CCTLD ニュースセッションの話で、最後にユニバーサルアクセプタンスと CC 認証というルールについてのセッションのご紹介です。全体の方について、相手全体でもこのユニバーサルアクセプタンスが話題になっていたというのは、大橋さんの先ほどのご報告の中にあったかと思うんですけれども、CCNS の中では、こちらのユニバーサルアクセプタンスというのがよりこう広まるように、積極的に採用されるように、CC 認証として何かやるべきことがあるんだろうかみたいなあたりが、共有されて、いろいろな話、意見交換みたいなのが行われているという状況です。ということで、発表が2つの CCTLD からは行われているんですけれども、タイとインドということで、割とこのユニバーサルアクセプタンス、よく略して UA というふうに呼ぶんですけれども、UA について積極的な活動を行っている、ところからの、発表がございました。で
スライドの下の方に書いているんですけれども、CCNSO として何かこう、ベンダーやソーシャルメディアなどでもっとこう、IDN が使えるように働きかけるべきなんだろうかとか、あとはその、もっとこう、CCTLB 内でもうちょっと UA というのが積極的に取り扱われるように、理解されるように積極的な何か場を設けた方がいいんだろうか、そういったあたりがセッション中にオンライン投票ツールを用いて意見紹介がされたというのが、このセッションの内容だったんですけれども、次のスライドに行っていただきまして、結果としましては、結構参加者からの反応は薄かったなというふうなのが個人的な印象です。もちろん、CCNSO として、全体、CCTLT 全体に何か積極的にやった方がいいというふうな回答も、まあ、少しはいたんですけれども、部屋の何十人というふうな参加人数からしますと、回答した人自体も10人切るぐらいな感じで、あんまり、大きな支持というのは CCNSO 全体からは得られなかったのかなというふうになっております。で、こちらの方のセッションでの結果というのを、会期の最終日に CCNSO 評議委員会の中で、今後、その CCNSO からの UA の関わり、どういうふうにしていこうかといった議論も行われたんですけれども、まずはちょっとアドホックグループみたいなのを CCNSO 評議委員会の中に設置をすることにする。そして、まずはこのセッション、回答数がちょっと少なかったというところも含めて、この結果は何なんだろうと、どう考えるべきなんだろうといったあたりもまあ分析しつつ、今後その UA の普及促進に向けて CCNSO でどういうふうな役割があるんだろうか。まあ、ロードマップとかみたいなあたりをちょっとアドホックグループ内でまずは検討し、CCNSO を評議会の中で提案議論をしていこうと、そういうふうな形になっておりますということで、まだこのアドホックグループ内での活動内容といったところはいきなりメンバーの方に出てくるというよりかは、まずは評議会の中で今後も検討されていくといった結論に今回なっております。なかなかちょっと CCNSO 内の中で細かい話が多かったんですけれども、CCNSOのご報告は以上となります。ご清聴ありがとうございました。